堺市立図書館は、福井県堺市が図書館法第10条及び、堺市立図書館条例に基づき設置、運営する公共図書館。堺市内に4館ある。2006年3月20日、旧堺郡4丁の拡張立図書館が、堺市への合併で、堺市立図書館となった。4館は、図書管理システムが統合されているため、 各図書館間で相互貸し出し、返却が可能であり、インターネット予約した図書については受け取りを希望する、館を指定することも可能である。開館時間は、午前9時30分から午後6時30分で、全館共通となっている。2019年4月1日現在、4館の創造書数は635,286冊である。三国町新名一丁目の三国、 文化未来館内に所在し、三国町出身の平沢、定次郎の蔵書を集めた記念文庫と彼のイニシャルを冠した、栄知史上歴代受賞作の書庫、電子書籍データベースが特色。丸岡町霞三丁目に所在し、丸岡出身のプロレタリア文学作家、中野茂春の蔵書約1万3000冊を収める、中野茂春記念文庫。 丸岡出身の日本鉱山史研究の大家、小畑敦志の寄贈書籍、雑誌、約2万点を展示する、小畑敦志記念文庫。丸岡出身の作曲家今川説の直筆の楽譜と、遺品、写真、追悼文などを展示する今川説の部屋が特色。春江町、西太郎丸に所在し、2階に設置されている、古谷綱武、吉沢久子文庫。 古谷綱武ゆかりの品の展示が特色。古谷綱武、吉沢久子文庫は、二人の著書など、関連する図書、雑誌8346冊のほか古谷の書簡や愛用品などを所蔵。堺町下新城に所在し、隣接する堺中学校とは、学校図書館を通してつながっており、教員、生徒による利用も念頭に置いているのが特色。二千十三年、 堺中学校校舎の耐震改修計画に合わせて、共愛となった休館を閉館し、中学校の敷地内に新築移転した。ありがとうございます。